森雄大は福岡県福岡市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小学4年生から福岡アストロズで野球を始め、内浜中学校時代は軟式野球部に所属。2年生の時にはホークスカップで優勝投手となる。軟式野球引退後は K ボールの福岡県代表に選ばれ、全国4強入りを果たす。 東、福岡高等学校進学後は1年の夏から、ベンチ入りを果たす。2年の夏前には、右膝の故障や急性中水炎などでブランクを作ったが、2年秋には、当時の自己最速の時速 145km を記録するなど、同級生の野原聡太との左右の W エースとなる。2年秋、3年春の福岡県大会では、背番号1をつけ初戦に先発したが、 いずれも敗退。三年夏の県大会では、野原が背番号1をつけ、森の背番号は11となった。東福岡高校の野球部監督のくずやおさむは、野原先発、森リリーフという構想を持っていたが、その構想は、森とチームと双方のためにならないと考え、初戦である二回戦の試合前日、森に先発させることを決めた。森は、 その期待に応え、3回を無失点に抑えてチームは20から0で勝利した。その後県ベスト8まで勝ち進んだが、甲子園出場はならなかった。野球部の同期には松本智がいる。2012年10月25日に行われた、プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープと東北楽天ゴールデンイーグルスから1巡目指名を受け、抽選の結果、楽天が交渉権を獲得。 11月27日に契約金8000万円、年俸840万円で仮契約した。背番号は本人の希望により16。2013年、監督の星野先日の3年で出てくればいいという育成方針の下にイースタンリーグの開幕直後から先発投手として公式戦で経験を積んだ。7月18日のフレッシュオールスターゲームでは、 イースタンリーグ選抜のメンバーに選出され、同選抜の選抜投手として、登板を予定していた。しかし、試合開始直前のウォーミングアップで腰を痛めたため、大事を取って、急遽登板を回避した。結局、一軍公式戦への登板機会はなく、イースタンリーグ公式戦には9試合に登板。3勝4敗、防御率5.71という成績を残した。二千十四年、 4月3日に、自身初の一軍登録を果たすと、同日の対オリックスバファローズ戦に、先発投手として一軍デビュー。5回3分の2を投げて2失点と高騰したものの、打線の援護に恵まれなかったこともあって、敗戦投手になった。4月24日の対埼玉西部ライオンズ、戦では、先発投手として5回3分の2を1失点に抑え、一軍公式戦での初勝利を挙げた。 10代の投手による1軍公式戦勝利は、球団史上3人目であるが、サワン投手では、森が初めてである。しかし、不安定な投球が多いことから2軍落ちとなり、わずか8試合で2勝3敗、防御率5.52位の成績でシーズンを終えた。シーズン終了後は、第1回21有野球ワールドカップに出場する、侍ジャパンのメンバーとして招集された。 先発として活躍するが、決勝の台湾戦では、序盤から乱調で2回途中に降板した。2015年、2軍でローテーションを守り、前半から高騰を続けた。その成績が認められ、5月13日のオリックス戦で1軍先発するも、3回7失点で、ノックアウト。翌日2軍に降格した。その後、 9月27日の西部戦に再び1軍に上がり敗戦投手になったが7回3失点と高騰した。続く10月3日の千葉ロッテマリーンズ戦でも7回無失点の高騰を見せた。2軍では防御率2.64、8勝5敗、脱三振95マーク。2016年5月に強格出口圧迫症を発症。ルーキー以来の1軍登板なし。 二軍でも九試合の登板に終わった。オフにはメキシコのウィンターリーグに派遣される。2017年4月6日のソフトバンク戦に2年ぶりの一軍登板を果たすと5月26日の西部戦まで高騰を続けるも、6月7日の DNA 戦では請球難が露呈し、2回を投げて六死球八失点で敗戦投手となり二軍降格。 8月15日に再び一軍登録され、西部戦に中継ぎ登板するも、再び請求に苦しみ、2回を投げて押し出し含む、吉94で6失点と炎上し、再び2軍降格。10月8日に再び一軍登録され、10月11日のロッテ戦では3回から2番手として、マウンドに上がり、4回途中無失点で2014年5月1日以来、 約3年半ぶりの勝利投手となった。2018年5月23日にシーズン初めて1軍に上がると、主にロングリリーフでマウンドに上がる。9試合の登板にとどまったが、防御率は2.37を記録。2軍でも防御率1.81の成績を残した。2019年はオープン戦の終わり頃から首に違和感が生じ、 ボールがすっぽ抜けるようになってしまう。病院で検査を受けたところ左鎖骨付近の血行障害と診断され、9月11日に血行障害を解消するために第一肋骨の部分、切除手術を受けた。結果、この年は一軍当板なしに終わり、2軍での当板も7試合にとどまった。血行障害と診断された際に、球団から育成契約に移行する。 可能性を伝えられており、10月1日に戦力外通告を受けると同時に育成選手としての再契約を打診され、11月19日に育成契約を結んだことが発表された。背番号は例をつけて3桁となった016に変更された。2020年は3月にトミー・ジョン手術を受け、その後はリハビリに専念。2軍でも登板機会はなかった。 シーズン終了後に育成選手の規約に基づき自由契約となったが12月8日に育成選手として再契約した。肘の使い方がうまいと評されるオーバースローから最速時速149キロメートルのストレートとカーブ、スライダー、チェンジアップを投げ分ける。東福岡高校の野球部監督のクズやオサムは森のことを真面目すぎないわがまま勝手なところのある 投資向きな性格と評している。ありがとうございます。